つぼいのつぼです。はい、カッパのマー君からいただいておりますけれども、体操界に新生跳馬というかで新しい技白井というのが誕生しましたということですね、はい、内村選手が見てるだけで気持ち悪くなるというほどの回転がつく技らしいです。内村ってあのあれです、ね、あの人もすごい、チョコレートのチョコレートのあのブラックサンダーのそう、はい、がすごいな、はい、言うてるという A69 助さんからもいただいております。すごいですね、世界選手権予選で白井健三が、決めた新技、新しい技、床運動の後方伸身宙返り4回ひねりという、うんうん、電報を打ったらかなりお金がかかりそうなこの技の長さでございますが、はい、それから跳馬の伸身ユルチェンコ3回ひねりと、これも長いですね、うんうん、これが白井とまた命名されるということでね、はい、坪井さんもなんか新しい技で坪井とかノリオとかというふうに命名されたらどうでしょうかね、うん、そこまで来るといいですよね。あの、はい、天文学で言うならば、あの、新しい星を見つけたら、星の自分の名前つけたいなこととか ね、はい、ああいうことですよ。ノリオってどんな技、うん、立派というか立派、ものすごい立派な技です。なんどんな、はい、どういう、どこをひねってどこを回転させればいいですかね。ひねったり回転も全てあるというものすごい立派な技ですよ、ね、はい、田中信さんからもいただいておりますが、国際連盟技術委員会、これね、そういうところが、国際体操連盟というんですかね、うん、そこが FIG というんですけども、ブッチャー男子技術委員長がこれ承認をしたというようなことを発表したわけですがね、うん、すごいですね。白井くんはね、あの小さい頃から常にトランポリンをしていたそうで、人前で上がることもない、恐るべし高校生ね、トランポリンは常に上がってますからね、ピョン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 上にね、ピョンピョンピョン、ね、はい、人前にも上がることがないという笑顔の可愛い高校生、あだ名もひねりの王子と、ひねり王子という、僕はひねくれたやつやいうことよく言われてましたね、ひねくれ王子じゃないですか、また違う、ひねりが入ってるというね、はいはい、くる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 ね、回って美しい着地、あの内田選手も回りすぎて気持ち悪くなるほどだということ、うん、だって4回ひねるんだよ。はい、くる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 っ、あれ1個多かったごめん分からへんよな大体あのスケートやなんかの回転でもですね、はい、見てても、はい、あれよ回れないって、よくあの地上で学校の廊下でやったりするとない方、はい、見とって何回回るかな、くるくる1回半や、1回半しかお前まだ飛んで、あの運動神経いい子で1回半とか、はい、あかんで、だってフラフラして、あかんわ、入って、はい、廊下にゴーンと柱に頭打って、はい、痛ーとかいう子いますけれども、そういう普通のところで試しても、はい、なかなかひねりというものは難しいものですがね、うん、おっぱいプリンプリン物語さんからも、坪井さんも新しい技どうですか、新技体、しょぼいというのを申請したらどうでしょう、しょぼいってやつです。しょぼしょぼとしてそうですね。はい、お粗末でした。ってやつは終わった後。って言うんですか。もう終わりです。あっという間やな、この技は。はい。はい、ありがとうショコラさんからもね、まあもうとにかく東京五輪でもね、代表選手として選ばれるといいですね、ということで、今回新聞を見ますとね、どんな技なんやということですが、はい、今回は床と跳馬で、この白井という名前が付けられるそうです。あります。はい、これはまあ見ててもね。床の方が、うん、その後方伸身、後ろの方で体を伸ばしながら宙返りをする中で4回ひねるっていう技ですよね。まずね、最初助走からいかないから、はい、助走で走ってきて、側転気味に、あの、側転やって、うん、今度側転しながらぴょんと後ろに飛んで、後ろ向きのまま、今度はさらに、あ、ごめんなさい、側転から、一回足をつくんかな、うん、この図からに。ついて、そのまま、まだ後ろ向きです。で、さらにそこから飛んで、空中で体を4回くるくるくるっとひねって、後ろ向きで着地をすると。ひねりながら宙返りをするという。はい。もうやりながら途中で忘れてしまいますよね、こんなもんね。どういう順序でやっていいか。白井ってついた。跳馬の方はもっと、あの、恐ろしいですね。走ってきて、踏み台の横で、あの、前で、側転して、うん、側転して、後ろにぴょんと飛んだ時に、あの、踏み台は、今度、跳馬に対して、後ろ向きになってるわけです。うん、
そのままこのピョーンと踏み切り台を後ろ向きにやって、跳馬には今度側転気味に手をついて、そして降りるときにその側転から着地するまでに体を3回くる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 とひねって跳馬に向いて着地をポンとこする。はい。これは、新進ユルチェンコ3回ひねりというものなんですが、はい、これが、その白江さんと韓国のキム・ヒフン選手の2人の名前が合わさって、はい、こう新進、だからユルチェンコいうのが元々の技で1個あるね、はい、ユルチェンコいうのもなんか、ゆるいけど上手です、言っときますけど、あんたが言う前に言っときます、名前がゆるいだけですごい上手な人です。言われた、はい、これも新しく名前が続いた、はい、ということですよ。はい。